タンク艦列車動画第4回リメイク、東武東上本線のタンク艦列車です。この列車は、土休日に東京都の、上板橋を6時56分に、出発する、池袋駅のもので、車両は東武鉄道、5万系重量です。ここは、上板橋駅、川越市寄りに一本留置線があり、そこへ車庫から出庫し、折り返してくる列車がこのタンク艦列車になります。上板橋は、普通列車しか止まらない駅です。通過列車の待避なども、行われるため、ホームは2面4線が用意されています。下り準急電車が、通過していきます。6時49分頃、先ほどの留置線から、この駅を始発として運行するタンク艦列車がやってきます。この動画は、2016年に投稿した、タンク艦列車動画の第4回で、紹介した同じ列車を、消化しています。当時と、登場する車両が異なり、作風も少々異なる部分もあるため、そうしたところも改めて見てくださると嬉しいです。この、リメイクについては、おおむね、視聴回数が1万回を超えたものについてはできる限り進めていきたいと思います。その間にダイヤから消滅してしまったものは改めて収録することができないのでそれ限りということになりますが、4年と2ヶ月ぶりにこの区間の列車に乗車します。4年前は1万型だったことを覚えている人もいようかと思いますが、今回はまた違った味わいになっているでしょうか。では、前面展望です。でもピラーが邪魔になってしまうのが、たまに傷ですね。東武東上本線は、東京都の池袋から、埼玉県の寄居を、結ぶ路線で、池袋から川越までは、国道254号線、川越街道に沿って走っています。この、川越街道は、川越から先は、熊谷、群馬県の藤岡などを通り、長野県の松本まで至る、めちゃくちゃ長い国道です。江戸時代に整備された、いわゆる五街道に準ずる、脇王冠と呼ばれる道で、由緒正しいメインストリートです。現在は、都内の区間では慢性的な渋滞で知られる通りです。JR 東日本などで変動運賃制の導入が検討されています。ピーク時には運賃を高めに、ピーク以外では運賃を低めに設定し、混雑の平準化を
進めていく狙いの施策です。これについての是非は、この動画では行いませんが、この搭乗線を含め、平日の朝や夕方のラッシュではかなりの、量の乗客の利用があり、数多くの列車が走り、また、その中で着席をして乗車するための、特別な列車が設定されたり、ラッシュのために車両を、留置しておく施設を用意したり、ラッシュのためにホームで安全確認を、する要員を置いたりと、ラッシュそのものが、鉄道会社に与える不利益は、意外と大きなものがあると言います。中板橋に着きました。待避線に入り、ここで、池袋駅の急行を、やり過ごします。もちろん、ラッシュを構成するほどの乗客の、利用があり、ほとんどが定期券の収入であるとすると、鉄道会社に安定的な収入をもたらしてくれるというのもまたラッシュであるのは、皮肉です。この変動運賃制の導入で、鉄道会社の収入構造、輸送構造がガラリと変わる可能性があります。この制度の導入によって、鉄道会社の思惑通り、運行時間帯の利用者の、動向が、常に一定になった時、ラッシュのための増発や、着席サービスの列車がもしかすると、必要なくなる可能性があります。そうすると、必要以上に車両を、持つ必要がなくなり、それを置く土地を、別の事業に活かすことができるでしょう。ラッシュが存在しないので、ラッシュ時間帯の駅員の、増員も必要なくなり、コストの圧縮、収益の増加を見込めることは容易に、想像できます。しかし、果たしてそこまで一日の利用者が、平均的に鉄道を利用することができるでしょうか。決まった時間に学校や会社に行かなければならないというシステムそのものが変わらなければ、鉄道会社の真の思惑は絵に、かいた餅となり、ただ、不均衡な運賃体系がまかり通るだけなのではないのかな、と思います。もちろん、その道のプロが検討に検討を、重ねているので、道を、見誤るということがないでしょうし、ないことを期待したいですが、極論すると、完全にテレワークなどが普及し、通勤という概念がなくなり、鉄道が、学生の通学と車を、持たない、運転できない高齢者のためだけのものになってしまう可能性があり、今まさに地方の鉄道会社が、抱えている問題を、首都圏の大手私鉄が抱えうるということも、考慮に入れなければならないかもしれません。まあ、極論なので、すぐにそうした時代は来ることはないでしょうし、どんなに時代が下っても、通勤という概念は、しばらく存在し続けることでしょう。急行電車の通過待ちをしました。間もなく発車します。お待たせいたしました。各駅停車池袋駅です。間もなく発車いたします。この通過待ちイベントも4年前の動画と変わっていませんね。上板橋から池袋は、おおむね、駅間が 1km 前後で、とても短く、特に先ほどの時は大都中、板橋は、隣の駅が見えるほどで、700メートルしか離れていません。時は台でこの列車を乗り逃した人が、もしかすると700メートルを、ダッシュして、この列車の乗り込むことは難しくないかもしれません。でも、列車に駆け込んで乗車するの早めましょう。もちろん、線路に入ることも法律で、厳しく罰せられます。その、ある人たちが線路に入るという事象を、このところよく目にします。その人たちはきっと、鉄道が好きで、貯金をはたいて買った立派なカメラや、スマホを持って、鉄道沿線でシャッターチャンスを、逃さずそれを構えて撮影するような人です。私有地に無断では入り込んだり、
安全確認のために巡回しているスタッフに罵声を浴びせるなど、とても人の所用とは思えないようなことが、こうした属性の人たちの間で起きているようです。もちろん、ジッパヒトカラゲに全員がこうだと決めつけているわけではなく、ほとんどは善良な人なんでしょうけれど、そうした悪い意味で飛び抜けた人だけが目立つもので、本当にやめてほしいと思います。カーブの途中にある駅、大山駅に到着です。先ほど離合したのは5090型というタイプの車両で、ロングシートとクロスシートを自動的に転換できる車両です。DJ ライナーというラッシュ時間帯などでも座席を指定し、乗客がクロスシートに確実に座って乗車できる着席サービスのために登場したもので、一部列車を除いてそうでない列車として走る場合はロングシートで運転されています。この TJ ライナーという列車が好評で徐々に増便されたほか、他の私鉄でもこうした座席指定の列車が波及していきました。この TJ ライナーの終着、埼玉県の小川町では、町民の移住を促進する政策の一環で、この列車に乗車する際に、かかる座席指定料金の一部を町が補助するという制度があるんだそうです。テレワークが普及し、通勤を毎日ではなく、週に何回か電車で通勤するような環境では、こうした移住もいよいよ現実的なものになるのかもしれませんね。こちらもカーブの途中にある駅です。下板橋は JR 赤羽線の板橋駅とそれほど離れておらず、乗り換えが可能な駅です。最近 JR 赤羽線の板橋駅構内に新たに車両を誘致させられる線路ができたようでした。工事中の時はついに板橋駅にも通過線ができるのかとぬか喜びしたものでしたが、どういうわけかJR 赤羽線の板橋と隣の十条は列車の通過が禁止されている駅と言われています。ところで赤羽線と聞いて黄色い電車を思い出した人はちょっと古いですよ。上板橋を出た頃には各車両まばらだった乗客も徐々に増えてきて、この車両はちらほら立って乗っている人もいるほどです。先行の列車は5分前に走っています。池袋駅がこの車両の方向に改札があるため、先頭に乗客が集中しやすいようです。左手には JR の車両基地があります。成田エクスプレスという成田空港と東京都心を結ぶ特急車両がありますが、先の疫病のため国際間の人の移動がなくなり、出番を失っている状態が続いています。この駅を出てまっすぐ南に走ると終着の池袋に着きます。
本日もトップ搭乗線をご利用いただきましてありがとうございました。終点の池袋に移動します。池袋駅は4番乗り場に到着します。先に右側の5番乗り場側のドアが開き、その後4番線のドアが開きます。池袋駅にはホームドアが乾燥されています。到着しました。降りてみましょう。折り返しは四季行きの普通電車になります。午前中に数本運転される川越特急という無料の速達列車や、先ほど紹介した TJ ライナーなど、利用シーンに合わせて様々な選択肢のある東武東上線。不思議な不思議な池袋を、東は西武に、西東武。歌にもあるように、東武は西口を抑えています。美しいクラシックの調べとともに、列車をお見送りしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントやリクエストはコメント欄へお気軽にどうぞ。チャンネル登録と通知のオンをお願いします。リメイク版、いかがでしたでしょうか。また機会があれば、取り組んでみたいと思います。では、また。